長戸警護番役とは、鎌倉幕府が元軍の襲来に備えて、長戸国の警護をさせるための命じた番役のこと。九州に置かれた異国警護番役と同様の役割を果たした。文英の役を受けて、鎌倉幕府は長戸国の御家人に警護番役を命じていたが、検事元年5月12日に長戸の御家人のみでは不足として、 同じ山陽道に属する近隣の巣王国、秋国の御家人にも長戸警護の命が下され、さらに8日後には、貧乏国に対しても、同様の命令が下された。彼らは、長戸丹大などの統括下に置かれ、欠番を編成して、交代で海岸などの用地の警護に当たった。さらに、県治2年8月24日には、山陽道に属する残り4カ国及び南海道に、 属する全六カ国に対しても長戸警護の命令が出され、さらにすでに動員されていた長戸国などを含めた対象国に所在する軍下領や自社領など、いわゆる本所領に属している非御家人の武士たちに対しても動員が命じられたのである。この命令については、すでに御家人が動員されていた秋国の守護、武田信次に対する御教書が残されており、 さらに出雲大起こそゆかりの出雲大社、選挙文書にも出雲大社に属する人々が、長門における遺志築地構築に動員されたことが、記されている。こうした措置は、公安の役以後も継続され、一部は、鎌倉幕府滅亡後も継続された。ありがとうございます。